この物語は、テイルズ・オブ・シリーズのマザーシップタイトルを楽しく解説していく人形劇である。だいたい5分ぐらいでわかる RPG、 テイルズ・オブ・パペット。みんな、見てくれてありがとう。俺はテイルズ・オブ・ハーツの主人公、シング・メテオライトだよ。そしてテイルズ・オブ・グレイセスの主人公、アスベル・ラントです。これに出るの楽しみだったんだ。コク、見てる？ほら、楽しみなのは分かったけど、ちゃんと解説しないとな。コクも連れてきてあげたかったな。パペット初のカップル解説とか言っちゃったりして。聞こえてなくても泣かないし。おっと、ごめんごめん。そうだね、たまには一人でできるってとこも見せていこうかな。注意した俺が言うのもなんだが、そんな能天気で大丈夫なのか？うん、よく言われるよ。しかも俺と一緒にいると周りまで能天気になるから、俺は能天気のお母さんだって。すごいだろ。それ褒められてないからな。それじゃあガンドコ解説いってみよう。今回紹介するタイトルはこれだ。テイルズ・オブ・ハーツ。ハーツ、心がテーマの作品か。テイルズ・オブ・ハーツは2008年12月18日に任天堂 DS 用ソフトとして発売されたんだ。ジャンル名は心と出会う RPG。 イノセンスに続いて携帯型ゲーム機でのマザーシップタイトルだな。テーマソングはディーンさんの永遠の明日。オープニングアニメーションはプロダクション IG だよ。ディーンさんはデスティニーに続いて2回目のテーマソング担当だな。まさに王道といった雰囲気だ。ハーツのオープニングはこれだけじゃないんだ。じゃーん。え、なんだこれ、すごくリアル。ハーツは CG ムービーエディション版も同時に発売されたんだ。 CG を手掛けてくれたのは白組。オープニングやストーリー中のムービーが全て 3DCG になっていて、シリーズ初となるリアルなキャラクターは話題を呼んだんだよ。おお、シング、男前だな。ってこっちもリアル。驚いた？驚いたからもうやめてくれ。キャラクターデザインは猪俣睦美先生。へー、なんだかみんな特徴的な武器を持ってるんだな。よくぞ聞いてくれました。これはソーマっていう特別な武器なんだ。盾から剣が出てくるのか。特別な武器っていうからにはそれだけじゃないんだろ。このソーマはね、なんと戦いの中で成長する武器なんだ。成長する武器だって？ソーマからソーマスキルを習得するソーマビルド。ソーマビルドを続けていくことにより、ソーマそのものの形すら進化する、ソーマエボルブ。お、剣の形が変わってる。そしてソーマを通じて仲間との心のつながりを示すソーマリンク。こんな感じで俺たちと一緒に強くなっていく相棒のような武器、それがソーマさ。こいつは確かにすごい武器だな。でしょ。それとまだ一つ、こいつにしかできない大事なことがあるんだけど、その説明は後でするよ。続いては戦闘システム。コンビネーションエアリアルリニアモーションバトルシステムを採用していて、その名の通りコンビネーションがバトルの肝なんだ。タッチパネルに術、技を設定できるんだけど、バトルに参加していないキャラクターのも設定できるんだ。これをタッチすると、おお、援護攻撃が出た。そうなんだ。さらに援護攻撃に合わせて特定の術、技を使うと強力な合技も発動することができる。任天堂 DS ならではの戦闘システムだな。さらにさらに、特定の条件を満たすことで過去作品のキャラクターも援護で登場してくれるよ。お、スタンが出てきた。俺もシングを守ってやりたかったな。アスベル、ありがとう。その気持ちだけで十分だよ。その後ハーツは2013年3月7日にテイルズ・オブ・ハーツ R としてプレイステーションビータに移植されたんだ。イノセンスと同じくリイマジネーション再構築したんだな。うん、グラフィックを 2D から 3D に変更、メインシナリオはフルボイス化。 DS 版とはまた一味違う作品になっているよ。ハーツの概要はこんなところかなね。ガンドコ行けばどうにかなるでしょ。ああ、すごいじゃないか。あ、ところでさっきから気になってたんだが、そのガンドコって一体何なんだ？ガンドコっていうのはね、この気配はアスベル！どうした？大声出して。って、うわあ！
アスペルの心の中に入らせてほしい。心の中ってどういうことだ？大丈夫、俺と俺のソーマを信じて。信じる？信じるから説明をしてくれ。うわー、テイルズ・オブ・パペット。うわーって、あれ、ここはなんだ？ここは心の中の迷宮、スピルメイズさん。さっき話したソーマのもう一つの力、スピルリンクでアスペルの心の中に入ったんだ。ソーマにはそんな力もあったのか。でもなんで俺の心の中に？うん、アスペルからデスピル病の気配がしたんだ。デスピル病って？それを説明するにはストーリーを解説した方が早いかな。おお、自然な流れ。スピリア、それは人の心。スピルーンという色とりどりの結晶で形作られる宝石のような美しいスピリアを人はそれぞれ自分の中に持っているんだ。でも近頃、原因不明のスピリアの病気が俺たちの世界に蔓延していた。それがデスピル病。さっき言ってたやつだな。俺がそのデスピル病に？この病気になると人は感情を暴走させてしまったり、逆に感情がなくなって人形みたいになってしまうんだ。そして唯一対抗できる手段がソーマなんだな。うん、ソーマは古代の技術で作られた使用者のスピリアに反応して力を発揮する武器でもあるけど、人の心に入って心の病の原因ゼロムを取り除いて傷ついたスピリアを癒す力も持っているんだ。俺は凄腕のソーマ使いであるじいちゃんとシーブル村で暮らしながら立派なソーマ使いになるために日々修行に励んでいた。そんなある日、俺は海岸で倒れている女の子、琥珀を見つけたんだ。解放した琥珀の話を聞くと、どうやら彼女はとある事情から兄ちゃんと一緒にソーマを探していたらしい。兄ちゃんとはシーブル村に着く前にはぐれてしまったそうだ。それを聞いた俺は琥珀に祠に祀られているソーマを見せてあげることにした。会ったばかりの人間をそんな簡単に信用していいのか？琥珀が可愛くてじゃなくて、悪い人間には見えなかったからね。途中はぐれていた琥珀の兄ちゃん翡翠と合流して、俺たちはソーマを祀っている祠にたどり着いた。でも祠からソーマを取り出したその時、琥珀と翡翠を追ってきた謎の魔導士インカローズが襲いかかってきたんだ。琥珀たちはこのインカローズに対抗するためにソーマが必要だったんだ。その力は凄まじく、俺なんかじゃとても太刀打ちできなかった。攻撃を受けた琥珀は気を失い、絶体絶命のピンチ、やられると思った次の瞬間、とっさにじいちゃんが飛び出してきて俺をかばってくれたんだ。さすが凄腕の相馬使いだな。でも代わりに攻撃を受けたじいちゃんは重傷を負ってしまった。傷ついたじいちゃんを見た時、俺のスピリアが怒りに燃え、凄まじい力が湧き上がってきた。その力を使い、俺はなんとかインカローズを追い払ったんだ。すごいな、シング。無我夢中でよくわからなかったけどね。ともかく傷ついた二人を連れて俺と翡翠は家に戻った。じいちゃんの怪我もひどかったけど、琥珀はスピリアにダメージを受けてしまっていたんだ。そこで俺はソーマを使って琥珀のスピリアに入ることにした。おいおい、初めてなんだろ、大丈夫なのか？大丈夫じゃなかった。結果的に琥珀のスピリアの結晶スピルーンは欠片となって世界中に散らばってしまった。大変じゃないか。じゃあ琥珀は？心をなくしてしまった。なんとか残ったのは優しさを司るスピルーンの欠片だけ。元気な女の子だった琥珀はまるで人形のように感情が抜け落ちてしまったんだ。そして重傷だったじいちゃんもそのすぐ後に死んでしまった。俺に強いスピリアを持てって言葉を残して。シング、でも悲しんでばかりもいられない。俺は俺のせいで心をなくしてしまった琥珀を元に戻すため、散ってしまった琥珀のスピルーンを探すことにしたんだ。俺にできることはそれくらいだから。こうして俺は琥珀の兄ちゃん翡翠と共に心を失ってしまった琥珀を連れスピルーン探しの旅を始めることとなる。運び屋日々寝日の女社長イネス、相馬使いの大先輩ガラド、
自称未来の巨匠ベリル、人型機械戦士クンザイと頼りになる仲間たちと出会い、俺たちは旅を続ける。そして知る琥珀のスピリアに隠された謎、魔導士インカローズの真の目的、そして全ての人のスピリアを巻き込んだ大きな脅威のこと。俺たちは世界の命運をかけた戦いに立ち向かっていくことになったんだ。以上でテイルズ・オブ・ハーツの解説は終わりだよ。次回のテイルズ・オブ・パペットはグレイセス編、アスペルの解説でお送りするからお楽しみに。アスペル頑張ってね。ああそうだな、頑張らないとな。あ、デスピル病の気配。あ、次回の解説が心配でたまらないんだ。シング、お前はすごいよ、ちゃんとできて。俺にもできるんだろうか。アスペルを弱気にさせている原因のゼロムがどこかにいるはず。そこか。なんだ、不安感が急に和らいで。シング、お前のおかげなのか。俺はゼロムをやっつけただけさ。それよりもほら見て、アスペルのスピリアはこんなに強くて綺麗なんだ。そんなスピリアを持っているアスペルなら解説なんて簡単だよ。ガンガンどこまでもガンどこ行こう。そうか、ありがとう。何の根拠もないけど、シングにそう言われると不思議と気持ちが明るくなってきた。俺もガンどこ行くぜ、ガンどこ。あれ、ガンどこ、ガンどこ。ん、どうかした。ガンどこ。ガンどこしか言えなくなっただって。ガンどこ。どうして。ガンどこ。脳天気、アスペルに感染してる。ガンどこ。うわ、すごい数。アスペル、ごめんね。ガンどこ。バンダイナムコ